前回、京都市長選の時にこういう広告が出たんですけども、これについての、公正な選挙を考える会っていうところから、今日、ステートメントが出たってことですよね。そうです。高滝さんたちがやってるんですか、この公そう、正な選挙を考える会っていうの6人で。は。はい。こういう、ちょっとこれ、写しますね。メンバー言います？あ、はい。中澤さんとか、加山さんとか、岡野さん、岡野さん。で、ミサオレドールさん。で、私。で、6人かな。これって、さっきの広告にその抗議するためにできた会なんですかね。まあ、そうですね。それきっかけとしてるけれども、まあ、これからまたね、公正な選挙ということで、まあ、いろんな選挙のね、トラブルがあるんだけど、その度に、まあ、少しいろいろ問題意識を持って、ステートメントとかしていきたいなというふうには思ってるんですね。それから第2点は、やっぱりこの広告自体が、反共攻撃を煽るっていうことで、その反共攻撃っていうものが全部今日のヘイトとも関わるんだけれども、その一つのね、レッテル貼りをしたらもう後のことはないわけ、個人はなくなっちゃうわけね。で、それでその共産党だからダメとか、あるいはその在日だからダメとか、もうそういうその個人っていうものが全部抹消された、そういうその一つのレッテルでものを考えるっていう、その行為自体が、そういうその思考の方法自体がなんかおかしいなっていうふうに一つは思ってるんですね。基本的にその質問状の内容っていうのは、その名前が、立民とかいろんな政党の人が名前出てるけど、これは許可してるんですかっていうことですよね。で、その段階ではっきり回答が来ないから、その次の質問である、これはどういうつもりかみたいなとこに行けないと。そういうそう。ことですよね。そうです。で、社民党だけが、これは知らん間に作られたもので、この内容は良くないから断固抗議するっていうふうな回答を寄せてるんだけど、その他の政党はなんかよく知りませんとか、で、府知事と京都市長にも聞いたけど、コメントを差し控えると。まともに答えないですよね。そうね。でね、立石さんっていう、この会の会長さんがね、亡くならはって、で、結局、じゃあ、誰もね、公的な政党が責任取らなくて、じゃあ、結局、みんな市民が悪いの？とか、そういう感じにもなって、それって、ひどくない？っていうふうに思ってますよね。その名前を、そのなんとかの会っていう、この選挙広告を出した、ところのその会長さんが、コロナウイルスで亡くなられたんですね、この4月に。だから、その方にもう、全部責任を丸投げして終わろうとしているっていう雰囲気なわけだ。まあ、私にはそういうふうに見えますよね。非常にね、通俗的に過ぎる反共攻撃ですよね。そしてね、これ問題はこの京都市長選の時、これ1月だけど、例えば河野太郎は京都市長選の応援演説に、駆り出されてね、共産党を政治の場に戻してはならないみたいな発言をしてるわけ。それから同じように、竹内さんっていう衆議院議員も、一党独裁が構築されるんじゃないかみたいなことをやっぱり市長選の応援演説でそういうこと言ってるわけ。だから本当にね、それでもう昔からある古臭い通俗的な反共攻撃をまだ繰り返してるのかってことに憤りを感じてるのが一つ。それから京都で言うとね、もう一つね、2000年にもね、京都市長選で同じような反共ビラ出てるんですよ。で、この時はね、公明党創価学会が中心となって反共ビラを投じたわけ。で、この2000年っていうのはちょうど国政選挙が行われた年でもあって、実は東京でも、数億枚とか一部で言われてるんだけども、本当にものすごい数の反共ビラが出たの。共産党独裁政権ができるとか、これ共産党が政権にいると、拘束されるとかね、政府に反対する人間が。そうしたビラがざっと配られたことがあって、実はね、私これ取材してるんですよ。当時、週刊誌の記者で、同僚記者を使って、夜中、街中ね、ずっと徘徊しながら、ビラ配ってるやつをなんとか捕まえようと思って、実は捕まえたの。
すごいね。ところはね、逃げられたんだけど、車のナンバープレートが分かったんで、当時はまだ陸行きはナンバープレートでもって自宅分かったわけですよ。うんうん、で、行ったら、実は創価会の青年部の人間だったのね。うん、当時はそうした創価会、自公協力のもと創価会の青年部をフルに活用して、そうした反響ビラを、まあ、つまり共産党と公明党がいろいろバッティングする地域なんかでは、あの公明党がすごい一生懸命やってたから、うん、反響ビラをやったのが当時は創価会。ところがね、ここから問題なんだけども、その時ビラと同時にね、書籍も投げ込まれたわけ、一部で、あるいは書籍のコピーが、うんうん、その書籍のタイトルが何ていうかっていうと、うん、誰も知らない共産党の本音っていう本なんですよ。うん、で、この版元がどこかっていうと、ライン出版っていうとこなのね。あー、あいつの。で、このライン出版の山田和成だっけ。そう、山田和成さんですよ。国家社会主義労働者党。うん、つまり、瀬戸ひろゆきやばくない？やばいやばい、ナチス。つまり、もう一つ言っちゃうと、瀬戸ひろゆきさんのパートナーですよ、政治的な。つまり、今で言うと、このそういった反共ネトウヨと、うん、もういわばこういった共産党謀略戦の中に、うん、一枚噛んでたっていう事実が当時からあったわけですよね。うん、まあ、今回、それと同じに考えるかどうかってまた別なんだけども、しかし、そうした通俗的な反共攻撃が今でも続けられてるということ。で、反共の名のもとに、そういった今、高滝さんがおっしゃった通りな政治的な選択肢というものをものすごく単純化させるということが、いまだに行われているということに関しては、本当に腹立たしいと思いますね。はい。まあ、これ。扉を投げ込んでたやつを、結果的に家まで行って捕まえて、これ、週刊誌の記事になったんですよ。うん、で、やつのインタビューとかコメント載せたんだけども、うん、彼は創価会員としての使命として、共産党を潰すんだっていう上からの命令に応えただけだって言ったわけ。だからまだそこにはね、うん、単なる反共攻撃っていうだけじゃなくて、いわゆる、まあ、党利党略的ないろいろバランスが働いたというか、そういう、まあ、やらざるを得なかったやつがいたんだけど、ありましたけども、この会の会長の、うん、やっぱ京都の経済界のボスですよ。うん、そしていわば政治と経済と両方のボスが、いわばその共産党攻撃に手を貸してたっていうところは、ある意味本当恐ろしい話だと思って、これは。で、京都っていうのはある種、まあ、もともと共産党が強かった。まあ、なんせ、1950年から70年代半ばまでずっと共産党不正が続いてたっていうような時代もあったわけですよね、蜷川府って。で、それで反共アレルギーも保守会の一部にはあるわけだし、それからもうそのあんまり抵抗ないんだけど、京都はもうどうしても嫌っていう感じじゃないですか。まあ